はい、みなさんこんにちは、葉月光栄です。こんにちは、玉木です。はい、葉月のショー with tea ということで、今日もよろしくお願いします。はい、今日は先生にちょっとお金の話をテーマで聞いてみたいなと思うんですけど、うん、誰もが関心あるお金の話だと思いますけど、お金の話っていうことで言えば、今度ね、ちょっとこう、その婦女子会っていうなんかコミュニティがあるんですって。婦女子っていうのは、腐る方の婦女子じゃなくて、富のね、方で、それでなんか東京大阪なんか地方にもなんか会員さんがいらっしゃって、そこでちょっと話してくださいって言ってオファーが来たので、来週かな、話をさせていただくことに一応なってるんですよ。で、なんか、婦女子会ってなんか面白い、ネーミングだなと思って、でそしたらその婦女子会をこう、主催してる方にこうご本いただいたんですね。婦女子宣言っていう、ああなるほどと思って、でここにはですね、なんか20代で、1000万、20代女子が5年で1000万貯めるっていうのが一つこうキーワードになってるわけですよ。で僕だからこの話を一番最初にいただいた時に、僕ごめんなさい、貯めなくたって大丈夫っていう本を出してるんですけど大丈夫ですかって言って聞いたんですよね。そしたら、いやむしろそういうことをぜひ伝えてほしいって言われて、ああそうですかって言って、じゃあお受けしますけどみたいな感じでね、お受けすることになって今度お話しするんですけども、なんか本当にね、お金はね、もうこのコロナのことも絡むし、その経済のね、今この経済がすごい、なんかこう冷え込んでるね、株価の問題もそうだし、為替の問題もそうだけども、そういうのも全部連動してくるんだけども、本当にその今キャッシュレスがどんどん進んでて、僕はもう今年はね、キャッシュレス元年だと思ってるんですよ。2020年キャッシュレス元年と思ってて、もうね、現金のパワーが使えなくなると思うんですよね。でこれはやっぱすごい大きなことなんですよ。僕らやっぱり現金世代っていうか、そうですね、お財布にもね、10万以上入れましょうっていう、推奨してましたからね。ずっとこうね、お財布も作ってて、お金の方も結構たくさんいくつかあるんだけど、もうここはね、ちょっともう現金には頼れないなっていうか、もう違うフェーズに入ったなって感じ。感じますか？体感しますか？体感しますね、やっぱりね。ああもうこれは違うフェーズ。だからほら、最近都内で、こうタクシー乗るときに、なんか感じない？現金出すときに、ちょっとね、現金出すのためらっちゃうんだよね。ありますよ、コンビニとかよくありますよ。とか、ね、スーパーでもね、今もう本当にクレジットでも、キャッシュレスでも何でもいけるから、それは感じますね。感じる。俺ねっていうか、私ね、最近本当にお金、まずお金出すとこがないんですよ。そもそも出すタイミングがないですからね。そう、なんか一応財布はずっと持ってるんだけど重いのにね。いや重くないんですよ。今もうすんごい薄くしたからスリムしたんですか？はい、もう本当にもうペランペランの財布なんですけど。あ、本当ですか？はい、知らない。それしか持ってないんですけどね。でもそれさえも持っていかなかったりするのよ。もうなんかカードだけみたいな。あ、チャージしてるんですか？っていうか、いや、違う、チャージはスマホで、決済できるやつはスマホでもするし、もうカードは普通にクレジットカードだけ、でそれでもうなんか買い物済ましちゃうみたいな感じだから、そうするともう本当にお財布いらないみたいな感じになって。てるんですよね。でそれが僕もだいぶ慣れてきたから、本当にその今だったらこう、タクシー乗るんだったらほとんどあのスイカの電子マネーで、決済できるわけですよね。で僕本当に今お財布っていうか現金出すとこ全然ないから、ほとんどないんですよね。
うんうん、それでだから現金出す時に結構やっぱり逆に慣れなくてなんかもたもたするとか、せせしそうだもんね。ああごめんなさい、ごめんなさい、すみません、ごめんなさい、小銭出すのね、そうそうそう、あよく謝るみたいな、ちょっとああすみませんみたいな。でもう慣れてないからすぐ落とす。あごめんなさい。後ろでって言ってる。あごめんなさい。あすみません。ごめんなさい。でそうなってきてるから、うん、なんかやっぱりこうその出す機会も少ないし、うん、さらに出す時になんかそうなるとより出しにくくなるじゃん。うん、そうですね。でもこれでいいやピーみたいな。これでいいやピーみたいな感じになってきてるから、うんうんうん、その。なんかね、うん、僕らみたいな、うんうん、まあ、年代の、うん、もうおじさんがそうなってきたら、うん、もうこれは世の中変わるなっていうのをすぐ実感する。そうですね、うんうん、だって別に機械ちっとも強いわけじゃないから、うんうん、それなのに、うん、もうこのおじさんがもうやっぱこれいいやとかって思い始めたら、うん、もうこれはもう世の中変わったと言ってもいい、ね、いいんじゃないかなと思う。そうですね、うんうんうん、だからそれはすごいやっぱりすごいでかいのね。そうですね、うん、使う人が増えるね、大部分変わるってことですかね。そう、だからその中でやっぱりまあこの、あのさっきの不女子の話で、うんうんうん、まあ、やっぱりそのお金に対する考え方っていうかメンタリティっていうか、うん、意識が、うん、これがやっぱ劇的に変わっていかないと、うん、もうなんか追いつかないのね、うん、そのお金その意識が変わるとなんかやっぱ変わることってあるんですか？いやまあ基本お金はエネルギーですから、うん、これもずっと言ってるんだけど、もうさらにエネルギー化するわけですよ。あの現金じゃないから、まあ要は みんなだって見ないでしょ、うん、そうですね、見えなくなるじゃん、うんうんうん、で見えなくなるっていうことは結局電気とかと一緒になるわけよ。そうですね、だって電気ね、うんうんうん、電気誰か貯めようとしてる、まあね、ソーラーとかでね、まあそういうのはありますけど ね、 そうそうそう、家の中に蓄電するとかいうのはもちろんあるけども、うんうん、基本的に電気を貯めようと誰もしないでしょ。思わないです ね、 ね、普通にいる時に、うん、まあ、コンセントさしてスイッチつければ電気つくんだから、うんうんうん、別にそれでいいじゃんっていう風になるじゃないですか、うん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 、もうだからお金も全く僕はそうなると思います、うんうんうん、別に必要な分だけあればそれでいいと、うんうん、ね、うん、電気だって貯めても仕方ないじゃん、うんうん、うちはなんか5000ワットありますせみたいな話をしてもへえみたいなね、うちは300ワットだけなんですけどねみたいなそれで貧しいとかタンス預金じゃなくてなんかそうそう、ね、なんかワット預金みたいなやつ、いいな5000ワット使いたい放題ですよねみたいな、そんなのなる、なるわけないじゃんみたいな。ね、だから結局ほらあの お家が広くてなんかあちこちで電気使ってたら当然電気の使用量も増えるじゃん、うんうんうん、でその時に、うん、まあ、電気代が高くなるっていうか、うん、あのたくさん使う人はたくさん使うし、うん、たくさん使わない人は使わないし、うん、でも使わない人が不幸でも何でもないわけじゃん、うんうんうん、それと同じになると思うんですよ、うんうんうん、お金も、はい、ただそこに行くまでにやっぱりお金の意識を変えていかないと、うん、なんかやっぱり最初は恐れが出てくると思うから。そうですね、うんうん、あの多分あのキャッシュレス決済になっていくから、うん、普通に本当になんだカードとか、うん、そういうところで結構決済されるじゃないですか、うん、そうすると最初は分かんないけど、うん、こう抵抗があんまりなくなっちゃって、うん、ピンピンピンってやってたら、うん、あれなんか使えなくなっちゃったとか、うんうんうん、止められちゃったとか、まあカードにも限度額ってあるからね、当然あるからね、うんうん、だからあれみたいな、うん、そこでやっぱりすごい恐れが来るはずなんですよ。やべえみたいな。だって請求額来た時にどうしよう払えないとか。そうそうね、そうあるよね。ありますよね。うん、だから そこがすごくやっぱり次のステップとしてすごい大事なとこ。お大事なとこなんですよ。ほう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 。だからそこをやっぱり乗り越えていかないといけないんじゃないかなと。でそのためには結局、うん、まあなんだろう、お金がまあ区域の対価であるっていうのの考え方からまず出しないといけないのね、うんうんうん、まあ、区域って要は大変なこと、うん、辛いこと、しんどい思いをするからお金いただけるっていう風になると、うん、もう負のスパイラルに入ってくるわけ、うん、それでさらにお金が少なくなる、なくなる、どうしよう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 ってなっちゃうから、だからやっぱりその本当になんだろう、今のその電気の話で言えば、え電気足りないんだったら電気作っちゃえばいいじゃんみたいな、うん、まあそのソーラーをね、うんうんうん、つけてもううちで電気作っちゃえばいいじゃんみたいな、そういう発想になれるかどうかなんですよ。でやっぱり僕らみたいにその、まあ、自由業っていうか、はい、まあ、経営してたりすると、うんうん、本当にそういう考え方じゃないですか。あ、そうですね、あ足りない、じゃあ作るか、うん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 、どうするみたいな。そうですね、まあ、そういうノリじゃない、発想ですもんね。
でそうすると困んないのよ別に、うん、その発想ができるかどうかなんですよ、うん、いやそれ葉月さんだからさ稼げますよねっていう、うん、違うのよ別に、うん、それは単に僕が稼ぐ器と皆さんが稼ぐ器がちょっと違うかもしれないけども、うんうん、でも発想は一緒なのよ、うん、分かる？それが、うん、いや会社に行って、はい、この嫌なことをしないとお金がもらえないだと、うんね、結局お金が足りないと、うん、もっと嫌なことしないといけないっていう発想になるわけ、ね、意識としては、うん、そうでしょ、まあ、時間がなくなるとか、ね、そうもっとたくさんの時間働かないといけない、うん、あるいはもっと時給が高いけども、うん、しんどい仕事になるとかそういう発想になるじゃん、うんうんうん、でそうするとどうしたってネガティブになるわけですよ。そうですね、嫌だなしんどいなとか、ね、辛いなとかなるでしょ。でそしたらその辛いのに、うん、引っ張られて、うん、そして辛いお金が入ってくるから、うん、でその辛いお金は決してハッピーなお金じゃないから、うんうん、なんかやっぱりそのお金に対するネガティブなエネルギーそこに乗っかっちゃうわけ、うんうん、でそうするとなんか買いたくもないのになんか無駄遣いしちゃうとかね、貯めてたのに、うん、なんかこれをもう一生懸命貯めてきたのになんかよくあるのはその例えば事故とか、はい、そういうトラブルで、まあ、全部出てってあるいはなんかその自分のすごい身内の人がなんかこうこっそり持ってってギャンブルで全部使っちゃったとか、まあとにかくそういうことが起こりやすいわけ、ネガティブなもんだから。なぜならネガティブなものがただお金っていうエネルギーに変わっただけで、僕からするとそれはただネガティブなエネルギーの塊なわけよ。お金でも何でもないっていうかお金なんだけども、その例えばここに書いてあるようにね、その20代で1000万貯めるの全然いいんだけども、この1000万っていうのがどういう思いで貯まってるのかっていうのがすごく大事で、それがネガティブなものだったらネガティブが溜まってるだけなのよ。だから自分がネガティブ1000万円分チャージしてるって話だから、恐ろしいわそれ、ハッピーじゃないじゃんみたいな。でそしたらね、逆にあの深層心理的にはこのネガティブな SM は早くなんか手放したいっていう深層心理になってもおかしくないわけよ。うん、でそうなると、あ、なんか出てっちゃったみたいな、うん、残念だけど、うん、多分どっかでホッとしてる自分が必ずいるわけ。うん、はあ、なくてもいいかみたいな。うん、だからそのこう何、その意識の捉え方を変えていかない限りハッピーにはならないんだよねって。なるほど、お金がたくさんあることがハッピーではない、ね、ない、うん、でね、それでね、これちょっとすごい面白いなと思って見たんだけど、その女性がなりたい職業って、まあ、ちょっと古いかもしれないんだけども、小学生の女の子がなりたい職業1位、何、うん、見ちゃった、ね、1位ケーキ屋さん、かわいい、パティシエ、かわいい、2位保育園幼稚園の先生、これも必ずあるよね。あるある、で3位芸能人、ほー、まあ、なんか女優さんとか歌手とか、まあまあ、そういうことでね、うんうん、4位看護師さん、高いな、必ずあるよね、うん、で5位デザイナー、ファッションデザイナーさんとか、これ小学校になりたい女の子、はいはい、まあなんかあるあるだよね。あるある、うんうん、でそれがね高校生になるとどう変わるか、はい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 、1位、うん、保育園幼稚園の先生、へえ2位学校の先生、はあ、3位看護師さん、うん、4位薬剤師さん、分かった、うん、5位、理学療法士とか、なんか歯科衛生士とか、全部資格が、そう、全部資格のある仕事だよね、ですね、これ、まあ、でも結局学校があるもんね、その資格を取るためのね、進学する、これね、うん、すげえなと思って、もう完全に洗脳だねこれ。そうですね、資格がないと働けないっていう、そう、資格がないと働けない、うん、そして資格があるお仕事は、まあ、そこそこお給料がいいっていうか、うん、安定してるっていうか、うん、固いっていうことだよね。だってやっぱ親っていうか子供の頃手に職をつけなさいとかよく言われましたもんね。え、うんうん、でそれがね、うんうん、それぞれに大体平均年収とか書いてあるの、これが面白いわけ。ケーキ屋さんとか平均年収いくらか分かる？ケーキ屋さん、うん、200-300万、そうね、300万ぐらいだって、うん、幼稚園とか保育園の先生ってどれぐらいかわかる？350万、あ、いい線だね、335万だって。おうおうおう、看護師さんで、看護師さん400-500万、うん、いい線だね、470万ぐらい。おう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 、で一番だから学校の先生が、うん、まあ収入が多いのかな、はあ、
それでどれぐらいわかる学校の先生、まあ、学校っつったっていろいろあるからね、まあ、その何年の平均かよくわかんないけど700万600万まあそんなもんかな、うん、ぐらいなんですよ。だからここで、うんうん、まあ、よくこう気づいていただきたいのは、うんうん、なんか、うん、なりたい職業と平均年収って全然一致はしてないのね。なりたい職業1位、まあ、パティシエっていうかケーキ屋さん、300万 ですけど、うんうんうん、あなた本当に大丈夫ですかみたいな、うんうんうん、一応うち の、 あの次男パティシエなんですけど、うんうんうん、まあ、彼の最初の給料聞いたらもうひっくり返ったもん本当に、はぁ、あ、みたいな修行がいるんですよね、うん、お前よくそれでやってるねみたいなことを言ったんだけど、うんうん、まあほら美容師さんとかもそうじゃん。そうですよね。ものすごいお給料安かったりするでしょ、うん、だからその結局なりたい職業とその収入ってなんか決してイコールじゃないんだよね、うん、でその辺はほらやっぱり小学生わかんないからそう ね、うん、なんかこんなんがいいなみたいな、ね、もうそれでいいんだけど、うん、でも高校生になるとその辺がもうちょっとシビアになってくるから、ね、なんかその全部今言ったみたいな資格のある仕事みたいな、うん、で僕からするとね、うん、ごめんね資格のある仕事ってねはっきり言って稼げないんだよって感じなんですよ。まあそうですよね、はい、お給料っていうかもね決まってるからね給与所得でね、うん、だからそういう意味で安定はしてるんだけどもでもそれがじゃあ10年後も20年後も30年後も同じなのかって言うと、うん、それはどうかなっていう感じだし、うん、その結局 そうやって洗脳されてるんですよ、うん、でそれを外さないとダメなのよ、うん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 、その外さない限りお金の流れが変わらないわけ。そうですよね。エネルギーとはなかなかそうね、感じないですよね。だからそうこれ見てね、うん、うわものすごい日本の教育がもう行き届いてるっていうかもうがっつりお金で洗脳されてるなっていうのを改めて感じて、いや俺喋って大丈夫かなとかちょっと思いましたよね。ちょっとまた次元が違いますからねあ、そのそのね、不女子のところでね、そう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 、大丈夫かな、ついてこれるかなみたいな、ね、何このおじさんとかで怒られるかなとかね。あ、でも逆にそのこお話が終わった後の皆さんの感想が聞いてみたい。まあね、どこまで僕の話が通じるのかっていうのはちょっとね、うん、本当に楽しみにしてるっていうか。そうですよね。まあこのお金の話はもう全然尽きないんだけども、うん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 、なんか一つはやっぱりこうあの本当に皆さん大事にしていただきたいのはやっぱりお金は本当にエネルギーであるっていうことね。これはもう繰り返し自分に伝えた方がいいと思うし、そのエネルギー その流れてくる質量を決めるのは意識なんですよ、うんうん、あの仕事の中身じゃないんですよ、うんうんうん、ね、職種でもないかもしれない、うんうんうん、で結局そのケーキ屋さんとか、うん、まあ何でもいいんだけども、うん、それもいろんな関わり合い方があるからね、うん、ケーキが好きはいいんですよ、うん、でも作る人っていうだけの職業じゃないからね、うんうんうん、そうですね、うん、あのそうそうそう、ケーキっていうものをどうそれにどう関わるかっていうのが職業で、いろんな職業があるわけ でそれのやり方によっては儲かることも全然できるはずなんですよ。儲けることもね。だからやっぱり自分でその好きなことでお金をいただくっていう体験を僕は本当に皆さん多くの人にしていただきたいとすごい思ってるから、だからそのためにはその本当に意識を変えないと、こうじゃないとっていう、ね、労働が苦しいものです、辛いものですっていうところから早くなんか皆さん抜け出して、いけたらいいなと思って、そのお手伝いをいろんな形でしていきたいなとはすごい思ってますけどね。意識ですね、はい、意識を意識する、そう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 、自分の意識に気づかないですよね。あ、そうですね、お金はこうじゃないといけないっていう、うんうんうん、ね、あのいろんなお金って入り方あるから、うん、本当にそこはねもう皆さんがちょっとこうフォーカスチェンジっていうか、うん、え、そんなんでいいんですか、でいいんですって感じ。まあ、例えばこの、まあ、YouTube なんか分かりやすいよね、うんうん、今僕らが喋ってることがよ、うん、その再生回数がこれが10倍とか100倍とかになったら、うん、もう普通にお金じゃらじゃら入ってくるじゃないですか、ね、うん、そしたら別に毎日これやってたらいいんじゃないって話でしょ。な、そうですよね、うんうん、これはね僕の意識でもあるし、やっぱりたまちゃんの意識でもあるわけ。そうね、うん、意識低いですもんね低くはないけどですもんねって俺に振るなよいや違う違う、そんなことないです。硬いんですよね。いや、まあ、そんなことはないですけどねあなたの意識です。あ、私か、はい、これでだからお金をいただいちゃいけませんっていうふうに、うん、いただきますとはやっぱちょっとそこは意識に弱いよね。そうでしょ、うん、
それが問題ですよ。もう別に俺いくら入っても全然いいよと思って、いい今日もいい話したなとか毎回思いますから素晴らしい、こういうことですということで、はい、まあ、ちょっとお金の話はね、はい、なかなかあの1回では終わらないんで、まあ、とりあえずまたね、うん、あのいろいろとね、はい、テーマ変えてしたいと思いますけれども、うん、ぜひその自分のお金に対する意識をちょっと見つめていただいて、それをチェンジするっていうのをね、それこそこれも3月20日春分の日にまた向かってすごく大きく変わっていくとこだと思いますので、うんうん、ぜひぜひ意識していただければと思います。はい、ごめんなさい、ちょっと長くなっちゃった。はい、ということで今日は終わります。どうもありがとうございました。